新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。挨拶はこのくらいにして早速戦っていくよ。はいよ、新年早々血の気多すぎだろ。ランクマ1位を取るまで私に休みなどないわ。まずはマスターランクを目指しな。2022年、クレベース先輩のおかげでこのチャンネルは大きく伸びることができたわ。ショート動画で100万再生いった時はガチでビビったな。クレベース先輩には頭が上がらんな。まあ私の相棒はマスカーニャだけどね。このチャンネルクレベースチャンネルになってるけどな。1ヶ月後にはマスカーニャチャンネルにするわ。今日は試したいことがあってそれをやっていくよ。試したいこと？それはなんだ？クレベースの耐久テストよ。やっぱりクレベースチャンネルじゃないか。ランクマ上位のポケモンたちがクレベースと対戦したら勝てるのか、またクレベースと対面になったらどうすればいいか、それを解説してくよ。実際にクレベースと対戦することはあんまりないな。今回検証する上位のポケモンたちは12月24日までの使用率上位のポケモンたちよ。クリスマスイブだな。使用するポケモンの方も一般的な方にしたわ。ちなみに12月25日に育成したわ。どんなクリスマスを過ごしたかなんとなくわかったぞ。使用率やポケモンの方は各サイトによって違いがあるので多少の食い違いはご了承ください。ちなみにクリスマスは一人で過ごしたわ。だろうな。ちなみに今回使用するクレベースは HB ぶっぱのクレベースよ。いつものクレベースだな。それでは早速10位のポケモンから検証してくよ。レッツゴー。10位はドラパルト。エースぶっぱの持ち物はこだわりスカーフよ。ドラパルトめっちゃ早いのにこだわりスカーフなんだな。マスカーニャとかがスカーフ持ち多いから確実に先手で動けるようにだね。素早さ種族値142にスカーフを持たせる。恐ろしい時代だぜ。スカーフマルマインには勝てないけどね。ランクまでマルマイン見たことねえけどな。特殊型ならこだわりメガネ、壁張り型なら光の粘土、いろんな型があるのがドラパルトの強みだね。今回は物理型、クレベースをゴリ押しできるかどうかだな。テラスタルドラゴンにして最大火力で挑むわ。勝った。全然ゴリ押せてねえな。これならテラスタルするんじゃなかった。下手にテラスタルしたせいでゴーストタイプが消えたな。ゴーストタイプが残ってればボディプレスかわせたのに。まあ PP 切れで結局負けるけどな。この方のドラパルトはクレベースに不利だということね。後続がいればトンボ返りが安定だな。この後は鉄壁自己再生されてボディプレでとどめ刺されました。初戦はクレベースの勝ちね。9位はサーフ号。持ち物は食べ残しよ。サーフ号のイメージはこだわりスカーフでトリック持ちだな。私もそのイメージだけど、食べ残し方もまあまあいるみたいだね。この対面サーフ号がかなり有利じゃないか？そういうわけでもないんだよ。クレベースの特性は頑丈だし、ミラーコートされたら終わりだよ。ミラーコートをかわしてくしかないのか。ミラーコートの PP は20。こっちの変化技は悪巧みと自己再生。PP は合わせて25。どっちの PP が先に切れるかが大事よ。それならサーフ号が有利じゃないか。しかし相手は別の技も打てるからね。こっちの技にミラーコートを合わせれるかどうかの勝負か。もしかしてサーフ号の方がちょっと不利なのか。そうだね。クレベースは基本的にミラーコートするだけだし、こっちはミラーコートしなさそうな時に攻撃するしかないね。ここでサーフ号が勝負を仕掛けてきた。あとはクレベースの技選択次第。ミラーコートならクレベースの勝ち、それ以外ならサーフ号の勝ちだが、さてどうなる。ミラーコートだ。ドラパルトに引き続きサーフ号も倒すとはな。今回もクレベースの勝ち。次に行こう。8位はマリウリよ。マリウリは腹太鼓してじゃれついてくるイメージだな。今回もイメージ通りの方よ。相手はクレベース。まずは腹太鼓してくわ。いきなりバカ力からは打てないか。さすがに攻撃上げないときついね。クレベースはマリウリに有効がないはずだから、腹太鼓積む余裕があるはずだわ。クレベースの攻撃技は主にボディプレと雪なだれ。確かにマリウリに有効だがないな。あとはマリウリの火力かクレベースの耐久、どっちが勝つかだね。クレベースも鉄壁積んできたな。しかしこっちは6段階上昇。普通なら受けれないわ。くらえ最高火力バカ力。すごい威力だな。赤ゲージまで行ったぞ。素で耐え上がったか。頑丈発動させたかったのにな。しかし次の攻撃はさすがに受からんな。持ち物がお盆の実だったらわからなかったね。もしかしたらお盆の実の方が安定するかもな。悔しいいっぱいだ。さて次の対戦に行こう。7位はウルガモス。超前して無双するイメージだな。イメージ通り今回も超前方だよ。昔のウルガモスと違うのは、テラスタルフェアリーにしてドラゴンタイプにも強く出れるとこだね。鋼タイプが弱点になるけど、炎技で攻めれるしこの方は強いな。今回もクレベースのミラコ警戒になるけど、超前せずに火力の低いテラバーストするわ。確かに火力が低ければ問題ないな。半分入ったけど大丈夫か？まずい予感がする。結局勝てなかったか。特攻が高かったのがアダとなったわ。今度から特攻マイナス補正にするわ。そこまでしなくていいだろ。6位はチョッキドドゲザン。素早さは遅いが高火力高耐久のイメージだな。特防は少し低いけど突撃チョッキでカバーしてる方だね。さらに飛行テラスタルで弱点の地面、格闘をカバーできるわ。今回も飛行テラスタルで、クレベースのボディプレが半減されるのか。その通り。
あとはアイアンヘッドで削ってくだけよ。4割くらいしか削れないのか。正直6割くらい入ると思ったよ。しかしひるんだおかげでかなり有利になったわ。これはずるい。アイアンヘッドのひるみは体感 60% よ。常に天の恵み状態だな。2回目のアイアンヘッド、ひるめ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 。今回は動いたか。まあ 30% だからな。くらえ、3回目のアイアンヘッド、今回こそひるめ。これポケモンだよな。なんか別ゲーに見えてきたぞ。よしひるんだぜ。ひるみゲーかな。そして4回目のアイアンヘッド、無事倒せたぜ。一回でも鉄壁積まれたら5つ目で負けてたかもな。その時は無限にひるませるぜ。運ゲーだなこのゲームは。5位はガブリアス。いつの時代も高使用率のガブリアスか。ポケモン界の主人公といっても過言じゃないポケモンだね。今回の方はエースぶっぱの割と普通の方だね。ちなみにテラスタルは鋼で、フェアリータイプにも強く出れるよ。クレベースが鉄壁積んでくと終わるのでいきなり最高火力を当ててくわ。あれ？この光景さっきも見たような。ひるめ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 。このセリフさっきも聞いたような。今回はひるまなかったか。一応30だからな。しかしこっちはひるませるしかない。2回目のアイアンヘッド。結局またひるみゲーになるのか。ひるみこそ最強の技なのよ。しゃあ来たー。ひるむ確率30で合ってるよな。くらえ、3回目のひるみヘッド。ひるみヘッド。しゃあ来たー。なんでそんなにひるむんだよ。そして4回目のひるみヘッド。これでひるんだら終わるぞ。ひるめ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 。くそ、ひるまなかったか。十分ひるませたろ。ガブリアスではクレベースを倒せないか。よく考えたらこの攻撃を耐えるクレベースすごいな。次に行くよ次。4位はミズロトム。ミズロトムも型が多いイメージだな。スカーフ型、メガネ型、お盆型いろいろあって読めないね。今回はメガネ型のロトムだね。またミラーコートの餌食になるのか。なんで特殊アタッカーのこっちが不利になってんだよ。とりあえずトリックで様子見よ。クレベースをこだわってもミラーコート打ってくるだけか。おにびがないのが痛いね。トリックの PP が10だから、このまま続けてれば確実に負けるね。いずれ特殊技を打たなきゃいけなくなるのか。クレベース側はミラーコートしてるだけでいいんだな。まだ勝ち筋はあるわ。10万ボルトでまひらせばいいだけよ。結局運ゲーか。火力は申し分ないな。さてまひってくれよ。無理だったか。まひなる確率は 10% だからな。これは仕方ない。しかしここからトップ3がボコボコにしてくわ。ついにトップ3の登場か。震えて眠れクレベース。セリフが下っ端なんだよな。3位はラウドボーン。ついに御三家の登場か。耐久がなかなか高く、特性天然でどんな攻撃も受けるわ。専用技フレアソングで特攻も上がってくのが強いな。ここはすぐに殴らず、おにぎをするのが正解ね。これでクレベースの頑丈が潰れるのか。ラウドボーンの負け筋はミラーコートしかないから、頑丈さえ潰せばこっちのもんよ。こう見るとラウドボーンは攻守ともになかなか隙がないな。隙なんて頭の真ん中しかないわ。そこに触れるのはやめよう。あとはフレアソングで燃やして終わりよ。あのクレベースがあっさり負けるなんてさすがトップ3だな。あれ？耐えたぞ。なんで耐えてんの？知らんがな。完全にダメ系ミスったろ。え？負けるの？終わったな。あと3ターンくらいおにびダメージ与えるべきだったな。ラウドボーンを倒すとはなかなかやるな。しかし次はそうはいかんぞ。なんか RPG になってる？2位はサザンドラ。600族特殊ドラゴンが来たか。このサザンドラはテラスタル派がね、ついに4倍弱点のフェアリーを克服したか。それだけじゃなく、特性浮遊だから地面技は食らわないわ。テラスタル鋼とめちゃくちゃ相性いいな。さらに元のタイプが悪だから相手はミラーコートを打ちにくいのよ。もしクレベースと対面したら雪流れもケアしないといけないから、今回はテラスタルしてくよ。もし相手がミラーコートしてきたら終わりだな。どの道悪の波動でひるませば終わりよ。ひるます技多いな。まずいボディプレだ。これはやばいな。ギリギリ耐えたか。これが600族の耐久力か。次の攻撃で終わりよ。ちなみに命の玉でこっちも落ちるけど、判定はこっちの勝ちよ。久しぶりにこっち側の勝利だな。思ったよりギリギリの戦いだったよ。お互いに瀕死になってるしな。さて、いよいよラスボスの登場です。ちなみに裏ボスはいません。完全に RPG やん。さて注目の1位は、相棒のマスカーニャだ。性別メスにしてから出直してこい。痛いところを突かれたわ。マスカーニャは技範囲の広さ、変幻自在でどのタイプもタイプ一致。攻撃と素早さが高種族値、まさに1位にふさわしいポケモンだね。今の環境上位のポケモンに大体弱点をつけるのはすごいな。今回は残念ながら弱点をつけないから、一番の効果力で攻めるわ。さてラスタルしてトリックフラワーか。どんだけのダメージ入るか楽しみだな。勝った。一応威力210なんですけど、もしかしてクレベースってマスカーニャの天敵なのか？マスカーニャに困ってる人はクレベース使えばいいのでは？1月のポケモン使用率クレベースが1位になるね。ならねえよ。1月のランクマが楽しみだ。マスターランクのパーティーはクレベースで溢れかえるだろうね。しっかり対策しないと。そんな対策しないで、マスターランクに行く実力をつけな。
以上、バトル抽選終わりました。皆さんいかがでしたか？1対1ならクレベースかなり強いな。しかしランクバトルはチーム戦、それでどこまで使えるかが重要だな。あとはプレイヤーの腕次第ね。任せて。一番任したくないんだが。みんなもよかったらクレベースを使ってみてね。それでは、バイバイ。